はい、セシキチャンネルの中井です。さて本日、まあちょっとまあ紹介の方もだいぶ落ち着いてきましたが、まあ時期がね、時期なんで、まあどのタイミングで、なんかこういうアイテムを紹介しようかっていうのもちょっとばらついちゃうんですけど、まあ新作の方はもう随時、紹介をさせていただきたいんですけれども、まあここで当店のステイシック中井の一押しっていうようなまあアイテム、まあそしてまあ永年、まあ長年通して、着用できて、まあカジュアルでも、スタイルを決めるときも、使えるようなアイテムを紹介したいなと思います。今回ですね、まあ時期的にはちょっと半端な時期かもわかんないんですけども、まあ今、ちょうどいいタイミングかなと思う、スウェットパーカー。はい。スウェットパーカーをご紹介します。こちら。じゃじゃじゃん。こちらスウェットパーカー。はい。こちら配色はですね、バーガンディとオレンジ。オレンジとブラック。この3色になります。はい。こちら、この3色なんですけれども、まあ、定番のブラックはかなり一番人気っていう感じではあるんですけど、僕的にはね、結構このハイカラーな感じの、はい。オレンジとかバーガンディをね、着用していただきたいっていう感じなんですよね。まあ、差しで使いたいなっていう感じなんですよ。まあ、最近ね、当店も推してるのが、結構インナー、まあ僕今白い、無地の T シャツ着てるんですけど、まあそのインナーに差し込む、まあ言ったらもうこれはもう今インナーというのもアウターな感じで、まあ一枚で着てるのが、まあ多分時期的な感じなのかなとは思うんですが、まあ昼間はちょっとやっぱ暑いっていうのはあるんですけど、やっぱ夜とかね、まあ、朝方とかはやっぱちょっと肌寒い時期が続くんで、まあこの辺はまあ一枚持ってたら、重宝するんじゃないかなという感じで、こちらね、なんといってもね、フォト。このフォトの感じがいいんですよね。こちら当店も推しているデリンクエントブロス。はい。デリンクエントブロスさんから、こちらフォトの、こちらですね。パーカーが出ております。まあこういうのはね、突出してなんか人気なんですよ。結構フォト系、まあグラフィックもそうなんですけど、フォトに関しては結構ここのブランドはかなり強いブランドかなと思います。やっぱりこうピンナップガールとかやっぱりこうそういうのそうなんですけど、ちょっとホラー要素のあるような雰囲気とか、まああとはまあほんとセクシー色気のあるような感じのとこもあるんですけど、やっぱりね、結構50年代60年代っていう古い文化っていうのは結構ね、やっぱりなんかキラーな感じまあなんかそのやっぱホラー要素 B 級ホラーとかそういうスタイルに合うような雰囲気なんですよね。だからちょっとなんか怪しげっていうか、まあフォト自体がちょっと怪しげな雰囲気ですよね。ちょっとお色気な感じはするんですけど、ちょっと怪しい感じの、ちょっとやっぱ映画そのムービー的なところの、まあなんか予告でなんかちょっとホラー的な、こうナイフを持って追いかけてるようなシーンとか、まあそういうところのイメージ的な感じもそうなんですけど、まあやっぱりね、こうパーカーっていうのはカジュアルになっちゃうじゃないですか。どうしてもこういう風にグリスアップしてる方とかは、まあパーカーとかちょっとあんまり着ないなっていう方もいると思うんですよ。まあストリートの方はね、パーカーをもう本当何十枚何百枚持ってる方っていうのもいるんですけど、まあこれは、まあこういう風にセットしててでもパーカーを着るとすごいかっこいいんで、もう今時期だったらね、ちょっと下半身とバランス合わせずに、まあショーツ履いてパーカーとか、めちゃめちゃかっこいいと思いますよ。もうこの下に本当ちょっと膝上の本当短めのショーツとか、まあ本当普通にマティッキーズのショーツとか履いてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあスケートスタイルだったり LA のスタイルだったりとか、まあそういうのにまあ合わせるのもいいんですが、もう本当意外とこういうのね、まあデニムにカジュアルで着てもいいですし、もう本当今からだったら本当自分はショーツにスニーカーにパーカーっていう感じで、で頭はちょっとグリースちょっとパパッと塗ってサングラスをかけてお出かけっていうような、なんかこうそういうのって結構カジュアル的な感じだけど、なんかこうすごいなんか自然に決めてる感じするじゃないですか。まあそういうのは大事かなっていう、まあカジュアルなところのまあバランスですよね。まあちゃんとそのカジュアルすぎないっていうような、まあ提案もしていきたいなとは思うんですけども。はい。ということで、まあ今回この3点。まあ3色ですね。3色展開ということで、この一方の3色展開。まあちょっと当店ではこの3色取り扱ってるって感じなんですけれども、もうお好きなカラー、もうお好みのカラーがあるんだったら、まあ店頭では在庫がちょっと品薄になるんで、ぜひよかったらお問い合わせください。はい。ということになります。そしてね、あと1点だけ、ちょっとデリンクエンドブロスからの、パーカーの紹介の流れで、こちら、バッドガール。こちらですね。デリンクエンドガール。このデリンクエンドのバッドガールがね、これがね、すごい人気なんですよ。といってもね、ここのブランド、OC スタイルっていうね、名義で、一番初めにブランドを立ち上げたんですけれども、その OC スタイルの時に一番初めにカバーオールを出して、このバックプリントはこれだったんですよ。そこに僕は一目惚れして、これはぜひ、当店でも取り扱わせてくれっていうことで、取り扱いが、今に至るっていうところのブランドのこの背景なんで、これがあってっていう感じがありますよね。
はい。まあ、初期の OC スタイル好きな方とか、まあ、OC クルーになってももう大好きだっていう方もいれば、デリンケント・ブロスになってこういうふうに、やっぱりモダンなスタイルが好きだっていう方には、まあ、本当に意外とこういうパーカーに、ちょっとこういう、デザインが、まあ、本当、モダンなスタイルというか、はい。ピンナップガールでもそういうプリントの仕方がですね、まあ、フィフティーズ・シックスあたりのデザイン性というか、まあ、そういうのはもうかなり、やっぱりお好きな方はいるんじゃないかなと思いますので、まあ、こういうところもチェックしていただきたいです。ちなみにこれはカーキなんで、ブラックではございません。カーキです。カーキ、ラスト1着でございます。ぜひ皆さん、チェックしてみてください。ということで、まあ、今回はね、スウェットパーカーをちょっと紹介させてもらいました。はい。ということで、まあ、時期的には、まあね、ちょっと半端な時期にはなるんで、T シャツを紹介したり、革ジャンを紹介したり、パーカーを紹介したりという、まあ、パーカーとか今、こうね、パーカーといっても今もフーディーという風に呼ばれてるんでね、まあ、フーディーっていう感じで、まあ、スウェットとかパーカーって言った方がまたお伝わりやすいかなっていうのがあるんで、まあ、名称すればフーディーっていう、はい。感じでございますけれども。まあ、こういう時期的にね、まあ、あまり選ぶ感覚にはならないようなスタイルをちょっと提案したいなと思うんで、まあ、冬に、まあ、そういうのを紹介したりとか、夏に紹介してもいいんじゃないかなということで、まあ、今回はこのフーディーを紹介させてもらいました。ということで、皆さんも今日一日、健康と安全は第一で。はい。ということで、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ステーシックスチャンネルの中井でした。